アレキサンダー・ワンは台湾系アメリカ人のファッションデザイナー。また彼の名前を冠にしたファッションブランドである。1984年カリフォルニア州サンフランシスコに生まれる。10代の前半まで同地に住んでいた。両親はアレキサンダーが生まれる前に二人の子供と共に台湾からアメリカに移民した。母親は地元サンフランシスコで。 レストランの皿洗い、客室乗務員、銀行窓口などの仕事を経た後、夫と共に中国でプラスチック製造のビジネスを成功させた。ケイと異なり裕福に育ったが、両親が仕事で不在だったため寄宿学校に入学し、高校時代はケイが法定貢献人となって親が所有するビルの一室で暮らした。幼い頃からファッション雑誌に夢中で、 2歳の頃から母親のためにファッション画を描くような子供であり、兄の結婚式では15歳のアレキサンダーが兄嫁のために35着のドレスをデザインして最初のファッションショーを行った。ニューヨークに移り住み、ティーンボーグやマーク・ジェイコブズコレクションなどでインターンシップを経験した後、メーカーに勤めていた兄嫁のエイミーと共にニットウェアのビジネスを始めた。 2007年に女性向けファッションのコレクションを開始した。2008年にアメリカファッション協議会ウーマンウェア部門にノミネートされる。セディエフェ、防具ファッション基金アワードでグランプリを受賞し、賞金約2000万円とファッションビジネスのプロに1年間指導を受ける権利を与えられた。ワンはトゲトゲしく、幾分男性的なデザインで知られている。彼のファッション賞は、 ニューヨークファッションウィークのハイライトになっている。2008年秋に黒色を用いたデザインを発表した。あと、2009年春コレクションでは黒にこだわらず、様々な色を用いると宣伝した。現在は再び黒に戻ったが、彼は素晴らしい下て技術を示したと称賛された。2012年12月、バレンシアガのクリエイティブディレクターに就任。アパートで一人暮らしをしている。 好きなファッションスタイルは、スキニージーンズに T シャツを合わせたもの。どこに行くときもバックパックを使う。2012年5月に、元従業員ら約30人から、劣悪な就業環境で長時間、労働させられたとして訴えられた。ワンは否定している。ありがとうございます。